どうも、バンです。今日もですね、視聴者の方からですね、アマゾン古事記による、古玩のお手入れがはかどるグッズのご提供いただきました。本当にありがとうございます。これ三角コーン。しかも1,2,3,4,5個もありますよ。やった。あのね、これね、まさに今、もうまさに今ね、買おうかと思ってたぐらいのもんなんですよ。もう早速ね、明日の使用させていただきます。ね、まずは取り急ぎ御礼の動画ということになります。ちょっととりあえず開封いたします。なんとですね、先日ですね、タッチダウン IQ というね、長い鶴のゲートを駆除するための薬剤ですね。これを提供いただいた、ジャックワンさんだと思うんですよ。で、ジャックワンさんからですね、スコーンは、後ほど届きますっていうことだったんです。スコーンってね、僕はてっきりお菓子だと思ったんですよ。なんですけども、これね、商品名が、ウィングエーススコッチコーン。もう一回言いますよ。ウィングエーススコッチコーン赤白反射っていう、そういう商品なんですよ。なので、ちょっと、開業のところで、多分僕が読み間違えてただけだと思います。なので、お菓子のスコーンは届きません。スコーン届く。すいません。しかもですね、これコーンって1個は安いんですけど、さすがに5個もご提供いただいたっていうこともありまして、送料込みで3760円もご負担いただきましてですね、まあ、これは本当にもう古玩の、整備に役立たせていただきます。ですね、例えば、この前ご提供いただきました、ハケ。あれね、今ちょっと使えてないんですよ。なんでか言ったら、ハケ使うときに、このコーンがいるんですよ。なんでか言ったら、ニスをね、ベンチに塗るときに、これがないと、ニス塗りたてのところに、ベンチにね、座った人がいたらダメじゃないですか。だからこれで閉鎖をしないといけなかったんですけども、今現在、実は、長い鶴のゲートエリア13のところに、この、僕の持ち合わせのね、コーンが2つかな、を使ってるんですよ。しかも1個割れている。だからもう、あんま割れてるコーンって使うとね、風でどっか飛んでいったりとかあんま良くないんですけど、もう早速もこれ使わさせていただきますし、あとそれから、しかも、長い鶴のゲートの生息地の、生息地のこのバリケードにはですね、ちょっと足りなかったところなんですよ、しかも。ちょうどよかった。ほんでね、実はこのコーンって、ここの部分に重りが必要なんですよ。でもね、重りはいっぱいあるんです。なんでか言ったら、重りは割れないから。で、もうね、あそこら中に、もう重りはいっぱいあるんですよ。もう腐るほどある。そこら辺に、流れ着いたやつもいっぱいありますし、捨てるのもね、このゴムのね、重り、こう、黒いやつですよ。あれね、難所分品なんですよ。捨てるわけにもいかない。いつか使えるかなと思って、取っといたやつが、ついに使える時が来たぜ。ありがとう。ではでは。